自分らしく素敵な毎日を送るため、あなたの女子ライフをサポートします。今日の女子ワードはこちら。妊娠の基礎知識。今回は福田病院産婦人科医、関東由紀子先生です。妊娠について知っておいてほしいことを教えてください。妊娠はごく自然に訪れるものと思われている方も多いと思いますけれども、実は奇跡の連続によってもたらされるものです。で、そろそろ赤ちゃんが欲しいと思っている方はもちろん、いつかはと思っている方も正しい知識を身につけておくことはとても大切です。女性だけでなく男性にもぜひ知っておいてもらいたいと思います。妊娠の仕組みについて教えてください。生命は女性の卵子と男性の精子が出会うことから始まります。卵子を含む卵胞は月経周期に合わせて成長し、直径20ミリほどの大きさになると卵巣から排出されていきます。これを排卵と呼びます。放出された卵子は卵管に取り込まれ、そこを通して精子との出会いを待ちます。受精しなかった場合は卵子の寿命は排卵後約24時間と言われています。精巧により射精された精子は膣、子宮頸管、そして子宮から卵管へと進み、排卵された卵子を待ちます。通常1回の射精で1億個以上もの精子が放出されますが、その中で卵管までたどり着けるのはごくわずかです。射精後の精子の寿命は3日と言われています。最も妊娠しやすいタイミングは排卵の前日とその排卵日と言われています。卵子と精子が出会い融合することを受精と言います。受精卵は細胞分裂を繰り返して4日から6日ほどかけて卵管から子宮の中に移動していきます。受精卵が7日目頃に子宮内膜に潜り込むことを着床と言います。受精卵ができてからおよそ12日後に着床が完了し妊娠が成立します。その後順調に受精卵が成長すれば10日前後で妊娠の反応が出てきます。妊娠について正しい知識を身につけておくことはとても大切です。女性だけでなく男性にもぜひ知っておいてほしいと思います。女性ならではの症状は一人で悩まず産婦人科に相談しましょう。今までの放送は番組ホームページから。あなたの気になる女子ワードも募集中です。自分の体を知って素敵な女子ライフを。